はい、こんにちは、オキャナです。今日はですね、ヒーロージムでちょっとトレーニング動画をお伝えしたいと思います。で、今日やりたいのはお尻です。で、お尻のトレーニング1種目と、あとそれよりも大事なストレッチ、私が普段してるストレッチを紹介したいと思います。それでは、行きましょう。はい、ということでまず1種目目、ストレッチからやりたいと思います。で、股関節をストレッチします。というのも、怪我防止につながりますし、あとは足、股関節周り柔らかくすると足がすごい痩せやすくなるんですよ。だから、すごい大事なストレッチなので、ぜひやってみてください。では、足を無理にやらずに、少しずつなんか丁寧に、手が悪臭が大変だから丁寧にやると思います。はい、では2つ目のストレッチです。骨盤の動きのトレーニング、みんな結構日本人って骨盤を動かすのってすごく難しいですけど、それを鍛えるトレーニングプラス、これもその股関節周りを柔らかくするトレーニングです。上にします。骨盤を上にします。倒れる。で、今度はこう起き上がる。でも、お尻はこうなんない。ずっと上に。ではお尻のトレーニングをやりたいと思います。使うのはこれです。足はで、ここ見ると分かるけど、足で足を締めます。で、さらに締めて上がる。で、ここまで行き過ぎると背中使っちゃうから、もうお尻を押さえないように位置で大丈夫で、また戻す。お尻キュッと締めて、もう一段ぐらい締める。これいきます。こんな感じです。ポイントは背中を反らさないこと。もうずっと猫背のまま、このまま横だけにフォーカスして、こうイメージです。はい、ということで今日はお尻とストレッチについて動画を撮りました。で、ストレッチってすごい皆さんやらない人もいるかもしれないんですけど、結構大事なんですよ。お尻を鍛えたい時って、逆にこっち側の筋肉が硬いと全然鍛えられないんですよね。だって考えてみて、ほら、ここ開いてここ硬い人だったらこっち縮むわけないじゃないですか。だからやっぱり反対側にある筋肉のストレッチっていうのもすごく大事になります。足でいうと、こっち側を縮めるんだったらこちらは柔らかい必要があるのと同じで、胸も背中もやっぱり両方の筋肉のストレッチっていうのは大事なんですよね。だから普段から鍛える時も可動域を気にしてやるのも大事ですし、収縮を意識してやるのもすごい大事になります。まあ、言い出したらキリがないんでここまでにしますけど、そういうのも、どんどん伝えられたらいいのかなと思います。で、今日は本当の基礎編をやってみました。ぜひお家でもできますのでやってみてください。トレ
想がありましたらコメント欄にぜひよろしくお願いします。でインスタグラムもやってますので、そちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。 YouTube の方